はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、前日の5月13日にですね、滝沢夏生選手が支配下登録されまして、即2番ショートでデビューをして、初安打初得点を記録する大活躍をね見せましたね。そしておかわりくんである中村拓也選手が歴代単独14位となる445号を記録したということで、この2人を祝しまして5月13日のオーダーでリアタイやっていきたいと思います。13日のスタメンということでですね、全員現役選手で組んでます。本人かなり緊張してたみたいですけども、高卒とは思えないぐらい堂々と守備をこなして、初ヒットも打って、まだまだ18歳ですのでね、これからかなり期待の持てる選手が現れてきました。軽く滝沢夏生選手のプロフィール紹介したいと思います。2021年のね、育成ドラフト2位で入団しました。背番号が126から昨日62に変更されました。身長164センチ、体重65キロ、新潟県出身の選手で、関根学園高等学校に入学してました。西武としては14年の森友哉さん以来の高卒1年目でのスタメンとなったみたいです。持ち前の守備がですね、高卒1年目とは思えないぐらいの1軍レベルですので、これからもね、どんどん出場機会など増えていくんじゃないでしょうか。そしておかわりくんですね、歴代単独14位となる445号を達成したということで、西武一筋、これだけ西武のためにホームランを打ってくれてね、すごい、本当にね、感無量というか、これからもね、また一本一本積み重ねていって、次はね、ローズ選手の464本に向けてホームラン期待して試合を見てみようと思います。そしてこちらが5月13日のスタメンのメンバー。ショートはね、さすがにまだ夏生選手ね出てませんので、源田さんに頑張ってもらいます。早くね怪我直してほしいですね。キャッチャーは C ランクですけど、杉くんに頑張ってもらいます。もしかしたらね、遅かれ早かれ今年 S ランクの登場があるかもしれないと思います。打順も昨日同様いきたいと思います。杉くんはね、代打出すかもしれないですね。ここはご了承願いたいと思います。先発も昨日同様コーナーさんで、自分3500のコーナーさんですけども、かなり不安、系統も早めに考えてですね、しっかり勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。動画に入る前にですね、14日のね試合を見ながら動画作成しましたけど、おかわりくんが446号打ったり、あともう夏尾くんがね、また今日も浅村さんの打球をね、華麗な守備でさばいたり、あと同点2点3塁打打ったりね、もうすごいですね。情報がね、もう動画追いつかない。それはそれでね、自分にとってはすごい嬉しい悲鳴でございますけども、この調子で貯金どんどん積み重ねていってもらいたいと思います。それでは試合へ行きましょう。あ、柳さんだ、癖あるんですよねこの人。あ、早速先行。この川越さんね、広角打法持ってるんでね、すごい打ちやすいですよ。シンカーとあれだね、高速チェンジアップだっけこれ、チェンジアップか、平さんみたいな。いや遅いのか今。あ、夏尾くん代理。あ、いいよ、ナイバッチ初ヒット。さあ、こっから不動のクリーンアップですね。5月のね、不動のクリーンアップ、3番トノさん、4番穂高さん、5番おかわりくん、この3人がね調子いいですからね、固まってくれたのは大きい。いやー、センターに打ってしまった。さあ、単独トップの単独ホームラン。いやー、センターに打っちゃったけど、きたー、アーティストチャンス。すごいですよね、ハイ抜きでこれだけホームラン打ってくれるっていうのが。うわー、リアタイで初めて使うからね、どうやって攻めればいいかわからない。おー、いいとこ守ってんね。今の4戦ね、ストレートはね D になってるし、でこのフォークがスプリットになってるんですよね。結構縦スラが B になってる。自分持ってる3500はタイピングがないのでね、それがちょっと不安。取れるよ。ああ、よしよしよし、なんとかいいよ、なんとかいける。よし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 、いい、ナイス守備位置だわ。ああ、杉くん、ちょっと申し訳ないけど代打だなここ。実戦復帰してましたね、森友哉さん2軍で2本ヒット打ってましたけど、完璧に守備もできるようになってから1軍に上げるっていう辻さんの記事がありましたけど。いやー、いいよナイバッチ。指だからね、やっぱちゃんと投げれるようにならないと。うわ、ビタビタ。うるし銀の栗山さんは昨日ヒット2本打ってたね。
いやーナイバッチいいよベテランの味。あーチャンス出てほしかった。やばいやばい、自分単打しかね出ない試合をね大体負ける、点取らないで。よし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 、いやーいいよいいよ、感じはいいよ。入った、うーわナイバッチ花咲徳栄。バットの色濃くなった、前からこの色だっけ。うい、さあ昨日三塁打打ってましたね強烈の、あれ入ったらお手上げ。うわ入った、いやー川越さんいいぞ、川越さんはね打ちやすい。あー違う違う違う、なんで手出した、うわ切った、西武の前出し男。いや当たりはいいよ、うん、よし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 、いいいい感じにはまってる。ちょっとカーブ光っちゃったりして、ちょっとヒット打たれちゃったりして、取れる、あー自慢の二遊間を越されてしまった。さてすら、あ自慢の二遊間を抜かれた。水上さんはいないから平さんに託す。やばい、ホームランでさよなら。よし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 、あやべ、あ切れねえ、あーよかった、ナイスリリーフ。うわー打率高いかった、きた、うまっ、あやばいぬるっとくんな、いやオッケー、から不動のクリーンアップよ。よっしゃー、おすっごい、で配信はいけるか、ゴーリー相手に。いや違う、うわーマジか、446号打ちたい。うわーいい高さだな、よっしゃーナイス、よっしゃー副配信は。また打率高い方来たな、くらーボール球、なるほど、さあどうくるか、打ちました、伸びていく、どうだ、ライオンズ、よかったナイスリリーフ。うわあーし、しゃー、うわ切った、446号、たまらんわ、ホームラン一番似合うわ。うわあ千球眼パーフィーね、めちゃめちゃ出てくれんな、いけ入る、なあ惜しい、2者連続とはならず、早く一軍来てくれ森さん。あーいぶした男の登場、いぶしてくれ、あーここはウーさんに、うわタイピンついたけど、超チャンス対タイピン、いやーライバッチさすが代打のキープだ、頑張れ岸さん、名刀義塾、うわー出た超チャンス、いやくっそ、絶妙、ある意味絶妙。